ブレイクダンスはやっぱり一個の技ができるまでが時間がかかるんで、まあでもそこで諦めないで、できた時の喜びとか、あとできた時は成長が自分で分かりやすいというか、そういう風なので、まず基本から教えていって